ジャクリーヌ・サザールは、フランスの女優、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール・地域圏アルプ・マリティーム県、ニース出身。6歳まで内務省の高級管理であった父親の、不妊知であるカメルーンのドゥアラで過ごした後、母親と共に、ニースへ戻った。1956年に、ニースで、オッドプレミンジャー監督と出会い、フランソワーズ・サガン原作の、 悲しみをこんにちはに出演できる機会に恵まれたが、英語が話せなかったために、映画出演の話はなくなった。しかし、このことがきっかけとなり、芽生えの原案を書いたバレリオ・ズルリーニに見入らされて1957年に、この映画で本格的に映画デビューする。その後、3月生まれ、お嬢さん、お手柔らかに、みんなが恋してる等の映画に主演し、 イタリア映画の青春アイドルスターとして活躍する。この頃のササールの髪型がササールカットとして注目された。また、彼女が3月生まれできていたコートにヒントを得て、日本のアパレルメーカーがこの名前で提案し、1950年代末頃から流行した幅広のテーラードカラー、検証、ベルト付けのダスターコートのことをササールコートという。 1968年に27歳で芸能界を引退した。ありがとうございます。